アメリカが異例の24時間監視中の韓国 F-35A ステルス戦闘機が話題に上がっているね。アメリカは現在、この韓国へ引き渡された F-35A ステルス戦闘機に関して極秘にテストを行っているようだな。この厳重な措置は、情報漏洩やスパイ行為などの疑惑が絶えないためだぜ。今回はそんな韓国に引き渡された F-35A ステルス戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカ軍の空軍、海軍、海兵隊で運用されているロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2派。日本の航空自衛隊においても現在の F-15J イーグルに代わるこの先の主力戦闘機として調達が進められている。対空対地対艦攻撃など他用途に対応可能な単発単座のマルチロール機だね。開発段階から多用途に使える第5世代ジェット戦闘機として開発され、開発計画では統合打撃戦闘機ジョイントストライクファイターとの名称が付けられていて、その略称である JSF と呼ばれることも多いよ。JSF という略称の通りに運用目的に合わせたほぼ同一の機体構造を用いた派生型があって、基本型の A 型は通常離着陸機コンベンショナルテイクオフ&ランディング CTOL、CTOL である。F-35A と垂直短距離離陸垂直着陸機ショートタケオフバーティカルランディング STOVL、ストーブルの F-35B、それと航空母艦で運用する艦上機 CV 型の F-35C という3つの派生型が製造されており、アメリカ軍では空軍に F-35A、海軍に F-35C、海兵隊には F-35B と F-35C を配備しているぜ。日本の航空自衛隊では F-35A を105機と F-35B を42機調達する計画で、すべての調達が完了すると西側諸国ではアメリカに次いで2番目の保有機数となり、2023年3月時点では F-35A が33機導入されて運用が始まっているほか、F-35B は2024年度末までに6機が調達されて宮崎県のニュータバル基地に配備される予定だな。防衛省では海上自衛隊のヘリコプター護衛艦であった出雲型護衛艦の出雲と加賀を改修して軽空母として運用することとして、2023年から両艦の空母化改修を開始しており、改修が完了すれば垂直短距離地着陸型 STOVL 機である航空自衛隊の F-35B を艦載機として、それぞれ10隻を搭載して運用すると見られているね。一方隣の韓国でも F-35A を導入する計画が進められており、当初60機を調達する計画であったもののひとまず40機に縮小され、2022年までに40機の需要を完了して独自にフリーダムナイトという愛称をつけて運用していたんだけど、2022年1月にバードストライクによって1機を胴体着陸させたために修理不可能な状態に陥っているために、現状では実質39機を保有している状況なんだ。縮小された20機の調達については最初2023年以降の予算で調達するとされており、2020年8月には A 型及び B 型をそれぞれ20機追加調達することを決定したとする韓国メディアの報道なども出たものの、現在もまだ検討段階であるとされているんだけど、日本の航空自衛隊に B 型が配備されることに対抗して残り20機については B 型を調達するのではないかとの憶測が出ているみたい。アメリカの外交関係専門誌によると、韓国軍は海軍が運用しているドクト給揚陸艦 LPH の後継として、3万トンクラスの大型輸送艦 LPH2 を2020年代の後半までに建造するとしているが、それが STOVL 機の運用能力を持つ軽空母になるのではないかとの見方が濃厚とされ、韓国単独で STOVL 機の開発は難しいことから F-35B を導入するのではとの憶測の根拠となっているな。この3万トンクラスの大型輸送艦が軽空母として建造されるとの話は、2019年7月に韓国軍の幹部会議においてすでに決定されたとも伝えられていて、韓国の研究機関では F-35B 調達に向けた先行調査を行っているなどとの情報も伝えられていたぜ。新型艦はひとまずはヘリコプター揚陸艦 LPH に分類されているが、韓国メディアの朝鮮日報によると、
韓国海軍がこれまで保有してきた既存の LPH と比較すると約 1.5 倍の規模となるんだ。現時点で韓国の LPH として運用されているドクト級揚陸艦の1番艦ドクトウと、2番艦ウマラ島の満載排水量は1万8800トン基準排水量1万4300トンであり、ウマラ島は基準排水量1万4500トン、満載排水量1万9300トン。日本の出雲型護衛艦が保有する出雲型護衛艦の満載排水量が2万6000トンであることから、それらと比較しても一回り大きな艦隊となることが予想されるね。そして韓国海軍の発表によれば、この建造予定の軽空母では16機の STOVL 機が搭載され、3000人の兵士、20台の上陸用装甲車を輸送する能力を備えるというぜ。ただし、この新型軽空母建造の話が持ち上がった2019年頃は、当時のムンジェイン大統領による過激な反日政策によって日韓関係が最悪の状況に落ち込んでいた時であり、2018年12月には日本海上で北朝鮮の遭難船を救助していたという韓国海軍のミサイル駆逐艦クアンゲトデワンが、その上空を紹介していた海上自衛隊第4航空軍に所属する P-1 哨戒機に対して、火器管制レーダーを照射するという事件があったな。水上艦艇が上空の航空機に対して火器管制レーダーを照射するということは、威嚇の段階を大きく超えて攻撃を加える意思があることを示すことから、日本と直接の同盟関係ではないもののアメリカを通して友好関係にあるはずだった韓国側の反日意識が、尋常ではないことが証明されたとして大問題となっているぞ。そのような状況下において日本の海上自衛隊の出雲型護衛艦が軽空母として回収され、F-35B を艦載機として運用する計画が韓国にもたらされたため、日本を仮想敵国と同様に見ていたと思われる韓国がそれに対抗しようと、日本と違って領海が狭く空母が必要ないにもかかわらず軽空母建造計画と F-35B の導入を考えたとしても何ら不思議なことではないよね。しかしながら韓国は、F-35B を導入しようにもすでに導入している A 型についてもその運用の上で大きな問題を抱えているんだ。F-35 の整備修理や機体のステルス塗装などのメンテナンスはアメリカ軍にとって長期密極秘事項であることから、アメリカ側が指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないよ。その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の愛知県の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場の3カ所しか設置されていないんだ。つまり韓国空軍の F-35A の整備修理は、韓国に最も近いのは愛知県小牧市にある三菱重工業小牧南工場に設けられた MRO&U で行われることになるのだが、ムンジェイン前大統領の露骨な反日政策によってそれまで両国政府による話し合いで解決済みであった徴用工問題が蒸し返され、さらに韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係の悪化を招き三菱重工業を敵視していたこともあり、日本側では韓国空軍 F-35 の整備受け入れは可能としていたにもかかわらず、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否したぜ。そのため戦術したバードストライクによって胴体着陸を実施して損傷した F-35A を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、輸送にかかる費用及び復帰するまでに相当の期間を要することになるといった問題があり、A 型よりもさらに複雑な機構を持つ F-35B の導入は困難と見られているな。しかし2024年になって、アメリカ国防総省のマット・ウィンター海軍中将が、世界的に MRO&U 機能を展開させて F-35 の稼働率を高めるとして、25年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することを明らかにしたほか、F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域では日本とオーストラリアに加えて、
韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたぞ。このことによって韓国でも F-35 の整備修理が可能になり F-35B の導入が現実的なものとなったんだけど、韓国では現在、第 4.5 世代の国産ジェット戦闘機 KF-21 ポラメの開発が進められていて、インドネシアとの共同開発でありながらインドシア側が支払う予定の開発費が滞り、韓国の防衛予算に大きな負担となっているとされ、国内から使い道のない軽空母建造や高額な F-35B に軍事予算を注ぎ込むべきではないとして反対する声が上り始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今回は少し違った角度から韓国 F-35A 戦闘機状況を見ていくよ。最後にこれを見た日本の反応についても紹介していくね。特に整備や修理の課題が浮き彫りになっているな。韓国の戦闘機運用に対する疑問や批判が多いようだぜ。やっぱり日本での整備自体は望んでいないし、LINE 問題から反日感情を煽っている次期有力政権が今後また日韓関係破綻へもたらすとも言えるよね。レーダー照射問題についても触れていくぜ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。時は2020年6月22日まで遡り、韓国のチョンジュ空軍基地において、F-35A ステルス戦闘機が離陸準備の作業をしていた時のことなんだけど、実はその日の午後から、とある訓練が予定されていて、合計7機の F-35A ステルス戦闘機が参加したんだ。韓国空軍は敵のレーダーに捕捉されることがない、自分の作戦を速やかに実行できる戦闘機 F-35A を40機ほど2021年までに実戦配備する予定としていたよ。ただし、ここで少し問題というか、課題があることに気づいたわけだが、平時の戦闘機は、分解整備や不具合の修理、時にはアップグレードを行わなければならず、これらは国の防空を担う重要な精密機械である以上、当然のことなんだよな。この F-35A ステルス戦闘機はアメリカの航空会社ロッキード・マーチン社が製造した航空機であり、相当高額で購入させられたと思われるが、戦闘機自体の設計図などは完全非公開となっているぜ。もちろん、製造したアメリカ側としても、優れた戦闘機の機密に触れる部分は、公開したくないのは当然のことであるため、絶対に設計図も渡さないと思うぞ。そうなると、アップデートするにしても、修理をするにしても、購入した韓国の能力や技術だけではお手上げ状態になると考えられるよね。さらにはっきり言えば、韓国では機体の内側には決して触れることもできないのが現状であるため、製造元のアメリカ、もしくは技術力に定評のある日本やオーストラリアなどで整備しなければならない羽目に陥っているってわけ。しかし、韓国が日本に修理を依頼することは絶対にありえないだろうけど、万が一にでも、そういうことがあったとしたら、今までの様々な経緯を振り返っても、日本としては韓国の申し出を丁重にお断りするのが妥当だよな。その上で整備するなら他の国を探してくださいとアドバイスをするのがベストだろうし、さらにそこで今まで散々嫌がらせみたいなことをしてきたのに、困った時だけ泣きつくなんて、勝手すぎるでしょう。日本では受け付けることができません。どこか他の国で修理したらいかがでしょうか？と言って、あからさまに拒絶すると世界の目が気になるため、あくまでも柔らかくお断りした方が身のためだと思うぜ。それじゃあ、ここから日本の反応を見ていくよ。韓国が新しい法案を作るらしいが、それは戦闘機のメンテを日本では絶対しないという法案だそうだ。日本はアジアの整備拠点 FACO なのに、どうしても日本には来たくないらしい。戦闘機のメンテナンスをするのが戦犯、戦犯と騒いでいる三菱重工だと知ったら、スピードアップして法案成立だよね。日本が嫌なら、自走で太平洋を越えて、アメリカかオーストラリアに行くか、もっと遠いヨーロッパのイタリアまで行って整備すればいいよ。その途中でレッドチームにでも寄ってステルスの内部を見せて情報を買ってもらい、購入資金に還元するかもしれないけどね。このような、かなり辛辣な感想が投稿されていたね。ちなみにレッドチームというのは中国だけでなく、
ロシアなども含めた共産圏を指して使っているんだろうな。元々の意味は業務等を改善するために作られた、違う視点を持った者たちのグループということだったが、レッド赤、すなわち共産党という連想でレッドチームと呼ばれるようになったらしいぜ。さて、当然ながらアメリカ製のステルス戦闘機を購入するという韓国の行為に対して、事実上まだ停戦中の北朝鮮が黙っているわけがないよね。おそらく金正恩総書記であれば同族でない韓国が北朝鮮との融和を前面に出してきても、裏では我々が信用できないと思って、軍備増強に走ろうとしていると認識するんじゃないかな。再び2010年の四平島における北朝鮮軍の砲撃で4人が死亡した。悲惨な出来事や38度線に緊張が走るようなことが起こりそうだね。それと、もう一つ懸念されることがあって、韓国が他の国にステルス戦闘機の情報を、売ってしてしまう可能性が高いのではないかと推測されていることだ。もちろん、このあたりはアメリカとしても十分理解していて、それなりの対応策を準備していることは間違いないだろうな。表向きでは同民族と言わない韓国と北朝鮮は裏で他国に対して歩調を合わせることも多いから、アメリカも韓国と同民族と思っている北朝鮮を無視するわけがないぜ。日本政府の考えとしては極東アジアの国々のパワーバランスを保つためにも、日米韓 vs 中ロ北の図は維持したいはずなんだ。今までも幾度となく動きがあった朝鮮統一だけど、万が一にでも北と南が一つの国家になったとしたら、統一朝鮮の戦略として、日本やアメリカ、中国とロシアの対立軸に、自分の都合の良い時だけ、どちらにもすり寄る国家になるだろうね。そして、裏で取引を餌にした外交が展開されることも十分に予想されるな。国の政治戦略としては当たり前のように行われるパターンでもあるコウモリ外交が横行し、かつ統一朝鮮が激烈と言えるぐらいの反日国家になることも容易に予測されるぜ。そのやり方は常に上から目線で、かつての旧日本軍が駐留していた頃も蒸し返し、自分たちの拉致問題を、棚に上げつつ理屈の通らない外交を仕掛けてくる可能性もあると思うぞ。もともと国内の不満を外国への憎悪にすり替えるという考え方も、政治手法としては古代中国の時代から、現在の習近平政権によっても植え付けられているね。統一朝鮮内でも自国民の不満を日本に責任があると理由付けして、あからさまに反日運動を、後押しするかのような振る舞いも、今までの前例を見れば朝鮮で当たり前のように行われる現象なんだ。そういう事実や想像から導き出される結論として今なお続く朝鮮半島が分裂した状態で、かつ互いが戦争状態であることが日本やアメリカにとっての国益になるというだよね。それじゃあ、ここで再び F-35A ステルス戦闘機に関する掲示板の書き込みを見ていくよ。どう考えても韓国が作るステルス戦闘機 F-35 は、グレードが最低ランクだ。なんと、5段階中、一番下のレベル1である。どうして最低なのかの答えは簡単で、価格が安いからだ。つまり、防衛予算が少ないから、多大な費用をかけられないということである。もしかしたら内部備品を節約しているのかもしれないな。アメリカから買った韓国仕様の F-35 戦闘機は、レーダーやセンサーのレベルも低く設定してある。あの戦闘機の重要なソフトウェアのアビオニクスの性能も驚くほど低い。こちらも最低のレベル1であるのは、経費節約のせいだから仕方ないか。このアビオニクスというのは、航空機には必要不可欠な機器であり、飛行のために使用される電子機器のことを指しているぜ。その中には精密な通信機器、航行システム、自動操縦装置などが含まれているってわけだ。単に羅列されただけで、これらの性能が低ければ低いほど、戦闘機自体の能力にも影響が出てくるだろうということが容易に想像と思うぜ。要するに近代戦闘機のアビオニクスの性能が低いということは、その戦闘機は全くもって使い物にならないという結論になるぜ。はっきり言ってしまうと、韓国が持っている F-35 ステルス戦闘機は見かけだけのハリボテ飛行機と言ってもいいかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過したね。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだな。F-35B 戦闘機がニュータバル基地に配備されるわけで、馬毛島との距離もかなり近いし、これは防衛省の思惑だよな。さて今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら、出雲&加賀経由、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということで、道東における基地建設が本格的に進められていると伝えていたね。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したんだ。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したってわけ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の、西方 12km に浮かぶ面積 8.2km2 で周囲 16.5km、島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していた。タストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたため、その時は有人島扱いになっていたらしい。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたわけだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていたね。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生、その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したんだ。そのせいで計画が危ぶまれていたんだけど、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事用守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだね。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたので、まるで基地のための町が出現したようだと言っていたよ。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を、十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったらしい。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの地滑走路と1830メートルの横風用滑走路だな。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船係留施設の設置が予定されているね。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている。出雲型護衛艦基準排水量19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものなんだ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や消波堤なども建設される予定で、馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300メートルまで伸ばす予定ということだよ。
馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているな。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているぜ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているね。その間、艦載機パイロットは空母からの離発着ができず、その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているため、平時においてはおおむね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常であり、訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているみたい。この FCLP は空母が出航する直前に集中して行われていて、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものだけど、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよね。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたため、横田基地なども併用して実施されていたが、両基地とも市街地が近くにあることから、騒音問題が絶えなかったぜ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたわけだ。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km で、長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満としていたな。だからこそ、2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたんだ。でもアメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なため、その点の不安も理由にされているんだろうな。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしい。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明していて、馬毛島を管轄する種ヶ島の西の表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西の表紙議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているんだけど、種ヶ島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているんだって。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているね。種ヶ島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになるんだ。馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種ヶ島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているよ。ということは、過疎が進む種ヶ島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるため、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるぜ。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるから、種ヶ島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるらしい。反対の声が一部にあるとはいえ、種ヶ島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。